入り方を考えなきゃなさあということで始まりましたサラマンダの後編でございます、ね、後半戦後半戦まあ我々なんとかねビギナーモードはクリアできたとそうしかしそれでは、クリアしたとは認められないということで外中の人もあった水差しやったあの人後半戦ということでじゃあここからは、はい、でもまあエキスパートの片鱗見てみたいから見てみたいのでやってみましょうやってみましょうと、はい、それでですねあの、はい、僕さっきずっとやっちゃったのでやっぱお二人様にね、はい、あのぜひぜひ遊んでいただきたいと、はいうん、じゃあ2プレイヤーズエキスパートモードではいお願いいたします発信いや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 発射。画面の方大丈夫ですかね。あ、じゃあお願いいたします。はい。わお。はい。さあ、エキスパートが何が変わったかな。何が変わった。そうだね。ま、難易度がこれこの後分かるんだろう。今んとこ。これ奥行ってたもんね。あ、なるほど。ガチャンなる。あ、あ、あ、今あれ？今んところあれば。さあ。一周目と二周目で、あ、違うかもしれない。ちょっと。あ、なるほど。ちょっと強くなってるか。いやもう本当ね、あの CM 中僕らもお話ししてたんですけど、さっきのがビギナーなのかって話なんですよ。あれビギナーってマジかよ。あれビギナーじゃねえだろ。うわあ、ね、早速引けられた。星に取り残された僕を助ける旅が始まる。回収に行く。そうだよ、ロードブリティッシュ王であるこの僕が今このクラあのサラマンダー軍に囚われて、出してくれって今なってるから。なるほど。今コメントになったんですけど、エキスパートが普通なんだって。あ、そうなんだ。エキスパートが普通なの。あ、じゃああれは簡単モードなんだ。マジかよ。やだ、ここ、キャラ、やだ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 。なおさん、これ嫌ですか？うん。この黒な感じ。この上下運動が嫌いですか？あ、ちょっと画面見えないっす。怒られた。ソーリー、ソーリー。いや、でもさ、グラフィックとかもそうですし、曲もいいしさ、やっぱ PC エンジンはやっぱパワーアップしていいですね、この辺。そうね、うん、ファミコンに比べるとね、明らかにだいぶ重厚だし、強力、うん、あとはさ、細かいところとか言うとさ、レーザーの長さがさ、結構満足いく出来なんだよ。ファミコンのレーザーってちょっと短いじゃん、ピー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 って。わかるわかるわかる、ちょっと強力なショットみたいな感じじゃん、うん、だけどこのグラサラバンダのレーザーちゃんと伸びのあるレーザーだったら後ろで打ってた方がいいんだっけ。なんか一緒になってると髪が合うのかな。そうだね、って一緒に固まって打ってるといいだろうね。いやなるほど。さあエキスパートモードのこいつはどう動く。さあこいつどうかな。考えられるのは移動速度が上がったとか体調の伸びそうだね。えなんだよ、結構でかいじゃないの。でけえな、触らせてくれ。あ、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 座った。ブシッ。さあ、マミルだ。えい、デキだよ。これどうする？ゼロゼロか。ゼロゼロか。丸ごと保存する？これ。一応しておくか。一応しておく。うん。うす。うす。丸ごと保存してもね。そうだね。使わなきゃもったいないわけ。そうだよ。まあでも保存してるから使いますけど。まあまあまあ、まあ大人は使いますよ。つうかさっきのやつだって丸ごと保存やったり使わなかったからね。そう。そういや、そうだね。そうだよ。隊長の脳みそはもっとツルツルだって。バカにしようって。いや。脳みそってやっぱ使わないとツルツルになるの。なるんじゃないですか？とよく言われますよね。シワが少ねえとか。気をつけよう。今？気をつけよう。もう相当な年数生きてきたけど。今から。気をつけよう。ね、おーレーザーか。レーザー、気をつけろ。弾が出てくるからいろんなところから。いやいやさあ、さあ、避けられるかな。さあ、攻撃。さあ、魔王様のパターン。のっち、取って。この辺か、全部押すと取って。ガッ出た出た。この辺がしました。いや、でもどっちもやられるぐらいだから結構難しいよな、やっぱり。俺はね、言うてね、あの死んで覚えるタイプの人ですよ、うん、あー、なるほどな。トライアンドエラーのタイプだよね、確かに。いや、普通の人そうなんだよ。にゃにゃーじゃないんだよな。いや、今の真に迫った。にゃにゃスタート、スタート、今アンコンの方、プラスボタン。おう、もうコンティニューしていきましょう。コンティニューしていきましょう。どうする、コンティちょっとさ、やれるだけやっていきたい。じゃあコンティニュー使ってやっていきますよ、うん、スピードアップだ。いや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 
でやっぱシューティングゲームはここが面白いところですよ、ね、まあまあね、やっぱやってるとね、うん、脳みその内側からいろんなものが出てくる、変な分泌物出てくる、そう分泌される感覚がやっぱいいですよね、体はまあ時々ね分泌される前になんかあれっていう感じが今ありますけどね、プチッとさっきからなんかカッチョ悪い死に方ばっかりしてるな、しょうがない、シューティングってそういうのあるからね、結構油断してる時の方が死ぬっていうの、うん、まあ油断してるから死ぬんだけど、ね、まあ、油断してるから死ぬんだけどさ、なんだろうな、あのなんかあのちょっとこういうゆるい感じの きついところっていうよりかは、ゆるい感じのところで弾が たまたま一発飛んでいってそれやったら死ぬと思う、お今のはもしかして渾身のギャグ、なんでもないっす、えいや君が今玉がたまたまって言ったから、ああすげえギャグかなって思ったんだ、ギャグだよギャグだよ、ギャグ言ったんだよこの笑い全部俺のもんだこの点点点全部あげるいらねえよ、終わりやる、危ねえ危ねえ危ねえ俺はギャグの申し子って書いてある危ねえ危ねえ、さあいけるからバーン、危ねえ危ねえ、ちゃんとちゃんと一緒に歌わないと、一緒に歌わないと、ほげごめんな、あ、大丈夫、ほげって言ったぞ今、ほげってほげ、いけるかな、あのちと魔王は二人仲良く死んじゃうのかな、なんて不吉なこと言うんだよ、まあ、喧嘩して死ぬよりはいいかそうだな、仲良く死んだ方があー、太陽で効くな、これスピードがちょっと、これはもう、危ねえ、お、バンバン打ってくるな、ね、本当になるべくインコース、インコースで行かないと、ビャーバンビービャーバンビークリンちゃんがなんか、いや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 、無理なもんかい、追いつかないもん、はーんな、あれこれスピードないと無理か、早いね、ちょっと欲張った今やばいかもしれん、あーなるほど、これ巡洋艦テトランズだって、巡洋艦なんだ、巡洋艦だってこいつ、あー巡洋艦、戦艦なの、これ一応巡洋艦らしいよ、まあ宇宙戦艦的なやつだね、へえ、はいはいはい、はい、もっと大きい、ギャー、大きめのやつがビッグコアとかになるのかな、多分そういうことなのかもしれないね、さっき残ってるだよ、ちなみにさっきの脳みそゴーレムって名前らしい、ゴーレム、ゴーレム、よっしゃ、いいね、よし、何ボタンだっけ、この辺ガッて、この辺ガッ、この辺ガッ、この辺ガッ、バーニングカオス、ガッ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 、どの辺はガッてやればいいんだ、この辺ガッ、とりあえず一回違うや、丸ごと保存して、丸ごと保存だけしとこう、まずはどこを押せばいいの、はい、ああ、まあまあまあ、すみません、できなくなりました、一とね、1、2ボタンと同調してらしいんだわ、ねだからこれで合ってると思う、うん、なるほど、いやあ、ここってなる、ここですよ、ここ、ここだね、ここやだな、さあ、いけるかな、さあ、どっちはいけるか、いや下から船か、とりあえず、うわ、来た次は上からか、片方だけ専念して避けよう、あー、そうね、そうだ、それいいね、うん、くそちょっとは迷ったな上に行きたくなくてさ、難しいよね、わかるわかる、回避が絞られてしまった、まだコンティニューできるよね、コンティニューでガンガン行きましょう、うん、そうだね、それぐらいだけ進みましょう、もううちらとしてもね、あのお二人には遊んでいただきたいっていうのがあるから、そうだ、ぜひこのサラマンダーの楽しさを、これ本当サラマンダーシリーズが初めて触るもんなんでね、そうなんだ、じゃあもう今日目いっぱい遊んでいってください、そうだね、いただきますよ、うちら舞台でやったから一通りやったから、仕切りやったから、うん、まあビギナーモードですけど、上で避けよう、うん、お、いいね、地形に触っちまった、あ、なるほど、オプション残ってると取れるんだ、取れるから、そうだね、剥がれたオプションが、お、グラフィック、あのさ、ビッグバイパーの形状かっこよくないですか、確かに、ビッグバイパーの形、まず形がかっこいいよね、形がかっこいいよね、見た目に一発で分かるかっこいいデザイン、かっこよさ、あごめん、俺が出ておしゃべりさばっかりに集中力がいやマオさん、まだ
いけるよ。ボケっとしてたの。ボケっとしてたの。いや、あまりの出来事に。下から来るじゃんか。上から来た。次は下から来た。そう。視野が狭くなってるな、今んな。頑張れ、魔王だ。助けて。残機増やすんだ。残機増やせ。増えろ。増えろ、残機。残機どんどん増やせ。増える残機。身につけたらいっぱい増えねえかな、残機。やべ、難しいや。やべ、難しい。よくここクリアできたな、君ら。ちょっと休憩する。じゃあ、ノッチと隊長だね。終わった。ビッグバイパーの方がノッチ。で、ロードビーディッシュ僕です。はい。囚われたはずの王子が。ね、王子がまさかの。実は僕テレポートできたんです。GG 脱出してきた。GG 脱出してきた。誰も助けてくれなかった。顔っていうかさ、このお面の中が汗でちょっとしっとりしている。あ、なるほど。だいぶなんかこう出たでしょ。蒸気が汁出るよ、やっぱり。わかる。汁が。いやパターンとか見ないときついね。うわ、助けてま。あーそろそろ来るか、ちょっと来るか。お二方、ミサイルもありますからね。あ、そうだ。ああうわ、お前が変なこと言うからもう。ミサイル何ですか。ミッソは何ですか。ミッソ今取ってねえし、大体。あ、ほら X ボタン。うん、2つボタン押してると弾幕張れますからね。あそういうことだったんだ。あミッソが全然出ねえなと思ってさ、あいけ通れると思ったら、ほらーってやってきやがった。おっさんが変なこと言うから。なんで俺のせいなんだよ。むしろ俺はアドバイスしてる側だぞ。きっかけが欲しいんだ、お前に注意するためだ。ひどい話だよ。きっかけ欲しい。待って、あーこれじゃねえ、ごめんなさい。生き残れ。やめてくれ。でも残機数はまだいい、うん、いい、よし。俺だってファミコン版でこの曲聴いたとき俺ずっと聴いてたもん。あ、分かる、テンション上がるよね。この曲を聴きたくて。これいいな、確かに。この、ね、進めるみたいな、うん、分かる。いや、この下から来る感じいいな。これ、この演出って結構あのよく見るけれど、この時代からあったんですね。そうだよね、確かに。高度差を生かした演出というか、なんかね、今 PC エンジン版、PC エンジン版のこの曲聴いてますけど、うん、なんかなんとなく元気いっぱいな感じにするじゃないですか。あ、うん、これね、なんかファミコン版聴くとね、なんかね、ちょっと優しい感じがするの。あ、確かに。なんかね、なんかあるのよ。ファミコン版の方がなんかや柔らかいとか優しい感じの曲調だよね。あ、多分使ってる音源とかその辺の雰囲気とか、そういうのとかあるんだろうな。でも確かにこっちの方がね、アップテンポのなんか激しさというか、うん、はあ、どうすんだ今の。あれはもうダメだった。あ、この曲ドライブ中に流したらテンション上がる。テンション上がるし、いい、ね、なんかシューティングゲームの曲ってかっこいいですよね。シューティングの曲はね、いい、どれもいい、マジ。わかる、それはわかる。あ、やべ、危ねえ。大丈夫だった。よし、まだかっこいいやだ、うん、こんな感じだ、ね、皆さんテンション上がって運転してもね、あのスピードだけは上げないでください。そうですよ、そうだね、安全運転でも、安全運転でいきましょう。出たぞ、コアの大盤振る舞い、ね、もったいない。コアを無駄遣いするやつはお仕置きだ。この野郎、真ん中やっちゃおうか。おう、
おお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 オプションをゲットして、これでちょうどいい。うん、いやこれなんだっけ？それなんだろう、わからん。スピードが気持ち上がった気がする。スピードアップの形状じゃなかったよ。だよね、確かに。ビヨヨヨヨ。ビヨヨヨ。いい大人たちのチャンネル放送の方が開いたかな？ああ、なるほど。こっち行ってもまだチャットしかできないんで。まあね、真っ暗い画面が続いてますけどもね、この公式枠が終わった後はそちらの方でまた引き続きいろいろやっていきますので。はいどうぞよろしくお願いしますね。最初の方はあのチャンネル会員様でなくてもご覧いただけるので、ね、そうなんですよ、もしよかったら見てください。もしよかったらどうぞね。ああさあ、そんなこと言ってる間にそうだ、いい感じに進めているような気がするけど、どうなんだろう、今のところいい感じだと思います。そうだね、いいやな。この辺だっけ、あのうわこらへんか、早いこれを超えたあたりか、ふっと現れて、うん、取り囲んで袋叩きにしてくるやつら。あれはでもちょっと初めて見たら余計なんだよな。前に出るのは分かんだけどね、どんなだったっけ。急にあの周りに現れて、じっとしてると思ったよ。ふっと現れて、そうだ、ボット出てきて体当たりかましてくる。前に出るのは分かんだけど、どのタイミングで前に出ればいいのか。ボットデマンがよ、あいつ。ボットデマン、俺もさっきに意識して前に前にってやったんですけど、そろそろか、前に行っちゃうと、あ、来た来た来た、くそー、あ、え、あ、あら、こっちか、今度はこっちか、きたうわー、そう、どのタイミングでさ、あーそうそう、後方待機、出現したら前って言ったって、あのね、コメントの皆さん、うちらね、見えてからじゃもう対応できないぐらい反射神経が鈍くなっちゃってるんですよ。やばい、ゲボマのつった、年取っちゃったからゲボマのつった、おっさん、出撃、僕行くんすか、うん、復元、あとうとう復元が、ついに復元が発動しました。じゃあ僕が赤い方ですか。いや、おっさんが青い方だね。よしよしよし、しかもこれあとラストコンティニューっぽいから、うちはこの状態で全クリ目指さなくちゃいけないな。マジでか、いろいろとコンティニューを消耗してここまで進みましたから、うん、なるほど、よし、ここからどうコンティニューか。まあでも保存はできるし、まあまあね、超えられるな、うん、進んだら保存、だがしかし超えられればの話、超えられればの話、やばいな。まあいけるかな。リップルも攻撃範囲広くていいな、このゲーム。うん、リップル、あの壁破壊するときとか楽ちんでいいですね。壁に迫らなくていいから、うん、まだもうちょっと、アステロイドがブワーって来たあたりだね。アステロイド見るとあたり、えっ、なんかこの感じの、はい、このグシャーっていうのがなくなった後、なくなった後にふわーってやってきて、ね、やっぱグシャーってされる。アステロイド後方待機して、アステロイド出た止まったら危ない、ポットで来たら、ポットで後方から前に出るのね。前へ、オッケーらしいんだけどさ、本当対応できるかな。どうしようね、どうしようね、俺バリアがバリアがそろそろだ、バリア、そろ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 が来るぞ、来た、なるほど、バックバック、うわ、ちげえじゃん、もう嘘つき、いやでもおっさん対応してる、さあ、くそー、嘘つきもうお互い驚きだぞ、くそ、くそ、あ、オプションで時期を囲う、あうわ、これだ、これだ、うおー、ポコ玉で死んだ、これは、ああオプション後ろへ、ワン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 、右上がアンチ、マジか、マジ右上がアンチ、本当か、い確か右上って、なんでみんなさん知ってんですか、確か右上がアンチ、マジか、じゃあその言葉信じるよ。オーライ、それやってみよう。怖。さあ。
で時期をオプションが来いとかやってみよう、いろいろ弾幕のところは右上だって。弾幕のところは右上、あ、弾幕右上か、あの隕石群がブワーってくるところ、あそこ右上あんちだもん、あれが右上なの、じゃなくてあのふわっと出てくるポットデのやつらの後じゃない、ああえ、ポットデってことはアンチが知りたいんだけど、そうそう、それが知りたいの、それはオプションで囲えってことじゃない、オプションで囲うの、じゃあオプションで囲ってみよう、こんな感じで、こんな感じそうか、もう2人で協力して籠城しよう、そう4つあんだからこっちはさ、そうだね、よし、分かった、行こう、それで俺じゃああえてちょっとリップルレーザーで進めるわ、オッケー、あのその方が攻撃範囲広いだろう、いいぞいいぞ、よし協力していこう、協力して、うん、オッケー、よし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 リップレーザーなくなってたじゃん、ふざけんなよ、あれあれチクシューチクシューヤッハーヤッハーヤッハーワオ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 、あれはあれはそろ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 構え構え構って構え構えダメでした、ぐしゃーくなった今、囲いは甘かったか、どうやってやってよ、でも あとちょっとだった、くっそー、あーくっそー、おい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 、いや、いや何も打たないのはなしだろ、いや打ってた、打ってた、多分前に出すぎて判定消えてたんじゃね、これ何分までの番組だっけ、あと、10分くらいはプレイできるかな、あと10分くらいしかプレイできないですか、あ、10分いやいやいや頑張ろう、どうする、最初からやってーガーって進めるか、あーでもな、復元したところからやったらコンティニューなしなんだもんな、そうね、うん、あー どうした方がいいかな、どうした方がいいんだろうな、10分であそこまで戻ってこれる、戻ろう、戻ろう、お、戻る、戻ろうか、もダメかな、無理かな、無理だと思う、復元の方がいいかな、無理か、あ、そうか、じゃあ考えるのやるんだ、早かった、よしよし、終わった、確かにさっきのポットデのやつら真ん中に集まると消えてたね、あ、わかった、あそこまで行ったら丸ごと復元ほどやっちゃおうぜ、まあ、なるほどなるほどなるほどね、なんてこった、確かにシャリーよ、それがもし OK だとするならば、なんか数画面進んだら保存とかになっちゃいますけど、さすがにそれはやってるとね、それはちょっとね、冗長になりますからね、そこまでいけないフラグが立ったぞよしよしよし、いっかな、行きたい直すわ、しな、そうだね、ぜひ超えてくれ、超えてほしいですね、ビギナーがいけたんだからな、エキスパートのやつやりたいよね、そろ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 だね、なんで俺いつもここ1個なんだろうな、俺が 2個取っちゃったからな、なんで取るのかな、君はごめん、ちょっとごめん、今集中してるから話しかけないでってやつですか、ごめんな、オプション邪魔しないでください、邪魔しないでください、でもくそー、そう言ってもごめんな、集中しています、集中しています、邪魔をしないでください、声かけご遠慮くださいみたいな、ただいま集中しております、決して話しかけないでください、お願いします、死んでしまいます。死んでしまいます。死んでしまいますので、ご注意願います。よしよし。そろそろ。うおはいえ。はいえ。よし、こっからだ。前に。あ。前に。お前に。なんで。前に。前に。あ。お、これ超えた。前に。お、いいんじゃない。前に。よし。なるほど。よしよしよし。で。うん、ここだっけ、これだ、あ、なるほどだ、あ、で、あ、確かに、あ、俺もそっち行きたかったよ、でも、俺も行く、俺も行く、アンチだね、もう終わったんじゃない、もう終わったんじゃない、もう終わってる、終わった、うん、保存する、どうする保存か、もう保存だろ保存しちゃっていいか保存しちゃうの、なんかせこい、あ、危ねえ、キャッ、隊長引かれたおいおいおい、保存、
NG すぎる。今の NG テイク。NG テイク。ここから OK テイクって。せっこいわ。あーやめ俺も。あーもう。湯水のように復元していく。復元ってすごいな。すげえな復元。はあ。でもこれも子供の頃夢見た遊び方であるとも言えなくもないかもしれない。まあ、確かに玉の数がちげえな。つか、まあ、そうだね。これ3個ぐらいだったもんさっきね。そう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 。でもまあしゃねえじゃん。なんか違うもんできた。お違うもんできた。おまけできたおまけ。おまけあるな。一つおまけだよ。マジかよ。一つおまけだよ。当たりの日だもうちょっとおまけだよ。やめて。当たりの日だからもう一つおまけだよ。へい持ってみな。やめて。よし。早い早い早い。よし。もうちょっとだもうちょっと。これは左だ。オッケー。そうだね。倒すなんだっけレーザーは来なかったね。レーザー来なかったね。違うステージの仕様なのかもしれないね。違うシリーズの。そうですね。形は全くあれと一緒でした。はいはいはい。ね、俺ちゃんと分け与えるもんいいよね、俺。偉い。偉いよな。偉い。さあ、ハイカラな前線基地が。さあ。差し掛かってしまった。本気でやってくるぞ。すごいな、これディスコ見て。ディスコだな。ディスコ。いや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 。ネオンが。ネオンがテラテラと光って。でもさあ、あの中央のさ、細部に出てきたあのコア見る限りさ、はい、これ自体が要はでかいビッグコア見た感じの。もしかするともうこれ自体がもしかするとね1個のあっさあ3日かのあなんか景気の4角がなんか早いよ早いよしあよしよしイエスドラム音源の感じが PC エンジンだな分かるいいよねあー死んだよーくさー聞いたことないバージョンだと思わず聞き入っちゃったよさっきさていいよねもモアイだっけあ違うモアイまず壁だ壁あーもうぶつかったもんあーおっさんも死んじゃったよあー打ち返しもうこのカンパンヘバリヘバヘバカンパンをさ引っぺがすやつでもうもうカンパン引っぺがし部分が鬱陶しいんだよスパー部門が残機取れ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 取ったってくれおーい取ったってくれ対応しきれない戻ってくるし火力が待ってまだなんとかなってるお母さん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 あーこっからこっからだもの。ぐいお母ちゃんいや難しい難しいマジ難しいでもさ頑張ればいけっから多分分かんないけど保存と復元を駆使すればね、協力していこうさんな。なんかもうどうですか節目ごとに本当に保存の復元。なるほど分かった。いい感じにすんだらもう保存しよう。いいのか。いい。外中の人が何言ってるか分かんねえぞ。知らん。パンチだ。パンチすんなパンチ。もうスタッフさんに向かって。どうだよありがとうございます。遊ばせていただいて。遊ばせていただいてますから本当に。ああ。これはもうビビーだみたいな感じのやつ。BB 弾がよ BB 弾 BB 弾がちまってるあービーンズがさビーあーあーあぶねーよよしおさんここではい細くだまずはよしあ来ました来ましたでこいつら倒したら保存だそうだねオッケーよし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 。ナイスコミュニケーション。コ
コミュニケーションじゃないの、コンビネーション、よしよしいいんだろうか、これはいいんだろうか、さあ我々は正しいことをしているのだろうか違う、戦争に勝つためだからね。そうだね、楽しいって何かね、ガチャいいんだよ、ガチャ。あ、行きます、壁ひっかし部門、壁をへばらにからされる、あよし、綺麗に左右対称に死んだね君は。そう、あんな感じで来んのかよ。しくしゃー、うわ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 そうだね。うん。よし。でもあっちは。あっちはほっとくしかない。ほっとくしかない。ほっとくしかない。よし、あれはもう。あいつはもう。捨ておけ。無視だ。大丈夫かな。無視だ。で来るんだよ。ああ。で、あの雷ビシャー来るから。ビシャー。ビシャー来る。いやー。おい。電撃攻撃やよ。やった。ああで、ちょっとこれ保存する？する？どうする？これでいけると思う。だってゼロゼロだよ。これはこれはもう時間ないぞ。どうしたの今？いやしてないんだけどどうする、うん？これでいける？でも俺スピードゼロだよ。俺もゼロ。厳しい。もう時間ないよ。ああ行こう行こう。ああ先読み先読みで。先読み。で弾いっぱい撃って処理落ちさせて、そうだね、なるべく弾撃って処理落ちさせよ。危ない危ない、はいはいはい、ハーバーバイーンバイーン、いけるいけるいける、一気でも生き残ったら俺たちの勝ちだ。本当かよ、これこれいけるか、スタート連打、スタートと押せないこさん、はい、あ、まあ、いいや、なんでもない、それどころじゃないな、これは。ちょっとさ、何やるつもりなの君。いや、ちょっと待って、これではい、今ね、1プレート2プレート交換しましたよ、僕は赤い方になりました。それね、あのファミコン時代やったけどさ、これでいくぞ、さはい、か、こんなのあいつ、それ使えるもの使ってたらしょいいじゃん、別にそれで対応できるのか、できるかこれはこれで難しい、おっさんが死んだ、違う、今のは対等かで、おっさんが死んだ、あラスチャンス、ラスちゃん、これラストです、なんだそりゃ、これだったのこれ放送事故だ、時間がかかりすぎてダメだろこれじゃこのくらい、このくらい。よし、行こう。はい、集中、集中、集中。集中さあ、今泣かせてあったでしょうか、こんな公式生放送が。危ない危ない。大将、自分が避けるの忘れてね。連携プレイ、連携プレイ。右が、右が使えてきた、ちょっと待って、ちょっと待って、これだ、始める時、始める時言って、始める時言っていくぞ、はい、3、2、1いや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 これはこれでやりづらそうだな、ちょっと息切れすんなよ、息切れすんなよ、いいとこなんだからいくぞ、はい、3、2、1わわ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 わ
小釣り連打に体調を切り替えた。もうダメだよ。こんな。おさあ、さあ、しゃあ。ひどい。さあ。いや我々。いや。起きて破りもいいとこですよね。使えるもん全部使っておいて全部使いますね。ね、本来であればさ、そのね、あのどうでも放送の復元、これもね対応するのはどうだっていうね空気があるじゃないですか。そのそんな中我々はその一歩上に行きますからね。もうポーズボタン連打連打。指がもうダメだ。ボロボロになった。いやでも面白かった面白かった。いや笑った笑った。いや感想とか言う時間あります？あるんすか？ちょっとだけ。いやどうなってるサラマンダ。いや面白かったです。面白かった。だいぶ違う遊び方したと思うんだけど。いやでも正しい遊び方もしたと思いますよ。確かに。いやまあでもビギナーモードあれだけでもクリアできてよかったじゃないですか。良かった。いいもん見たわ。こんな公式なの初めてだ。だっていないもん。だってこんなことやったら普通止められるもん。おいやろ。やろ。対応の仕方すらレトロだと言われた。ゲームがレトロな。タイルレンだって久々にやったわ俺も。いやでもガキの頃は皆さんやりませんでした。やったね。まあやったよね。やったでしょう。やる。楽しかった。だってあれですよ、もう全然ハードとかもゲームソフトも全部違っちゃいますけど、うん、スーパーファミコンでさ、うん、各ボタンがさ連打になるやつがね、あるね。あれでやっぱりみんなシューティングゲームクリアできないので一本あって、うん、スタートボタン連打してやった。いや、えらい勢いでポーズ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 ってポーズポーズの文字がこう出てる中、うわ楽ちん楽ちんって当たり前じゃねえかそんなものって。やりましたな。やりましたよね。何のためにスタートボタンの連打がついてんのかと思ったけどさ、ね、そういうためなんですよ ね、 なるほどね。そういうためかどうか知らん。いやでも本気で遊ばせていただきました。ありがとうございます。雑ということで、EC エンジン版のサラマンダでした。ありがとうございます。いや面白かったです。面白かった。EU のバーチャルコンソールまで好評配信中なのでよろしくお願いいたします。ぜひ遊んでみてください。ぜひぜひ。そしてもうクリアに困った、どうしても先に進めないという時はね、はい、スタートボタンレンタル皆さんこうやってください。さあということでここからは、切り替わりまして気分を切り替わりまして、はいはい、東海 TV の投資企画でございます、はい、成功したら特番番組土日特番番組ゲットアンケートぴったんこチャレンジ、ということでこちらのね投資企画なんですけども、うん、私たちいい大人たちと番組を見ている視聴者の皆さんで、うん、協力してチャレンジする企画でございます、うん、まずランダムで数字カードとお題カードを引きます、はい、数字カードに書かれた数字とぴったんこ同じになるイエスの2択アンケートをお題カードに書かれたキーワードを使って作成いたしまして、うん、こちらいろいろなんやかんやするんですね。でアンケート制作時間はちなみに30秒です。その後、皆さんにアンケートを取材してもらって結果を見て言うことをぴったんこ同じ数字になれば成功でございますね、はいはいはい、なんとこちらねゲームクリアすると自分が主役になり土日特番をプロデュースできる権利がプレゼントされます。失敗した場合は罰ゲームですね。先月同様で指令カードに従って東海2016の PR をしていただきますということでございます、うん、なるほど、なるほど。コメントの方でも流れたんですけど、うん、ガッチマンさんも東海 TV やってるじゃないですか。あ、はいはい、ものすごいニアピンを連続してるらしいですよ。ガッチマンさんが確か、うん、なんか 0.2 とか 0.3 とかで、うわ、あと一歩あと一歩で外してるだよね。さすがですね。うちらもやりましょうよ。やりたい。できんのか特番やりたい。まあ前回大外しだったけどね。フォアグラを食いながらレトロゲーム実況とか。さあお題の箱が、はい、お題箱、じゃあお題のやつを引きますよ。はいはい、じゃじゃん。数字まず、まず数字だ。数字は今回はこちらでございます。はい、ラリラリン、じゃん、ん、逆じゃない？ラリラリン 90.6%、 90.6、 そして90.6、 90.6 だな。いや多いな、なかなかのハイレート。そしてお題は、そして
題は秋でございます。秋、秋、秋で秋、 この秋松茸食べられなかった人。あ、なるほど、松茸を食べられなかった人。食べなかった人でもいいですよ。食べなかった人。いや、え、みんな食ってるもんなの。いや、どうなんだろう。 10% も食べた人いるの。サンマ食べた人。サンマは食べるだろ、みんな。だから90。サンマ食べた人、あ、食べた人で90。あ、どっちかな。サンマ関係。サンマにする。サンマ、サンマを食っ、サンマ食った人か、マツタケ食ってない人かのどっちか、うん、どっち、どっち。サンマ食った人。サンマ、じゃあ90.6、我々が出すアンケートは、この秋サンマを食べた人、イエスノーでお願いします。お願いします。90.6 ですからね。90.6、まあ食うでしょう。90.6、これ、あ、でもね、お魚嫌いな人もいるっちゃいるか。あ、結果の方出たのかな。じゃあ、あ、もう結果出ます。お、結果っていうか、アンケート、アンケート出ます。はい、はい、じゃあアンケート、はい、来ました。この秋サンマを食べた人、うん、イエスノーでお答えください、はい、ということで、うん、食ってない人もまあイエス言ってください。まあ、刺身もありでしょ、秋。もちろんもちろん、もう何でもいいです。サンマだったら何でもいいです。サンマだったらね。というか、うちらに 90.6% くれるために、うまいことイエスの調整して押してくださいさあ、どうだ、どうなんだろうな。 OK、 結果が出たようです、うん、はい、じゃあ結果の方いきましょう。ピラリリン、そうでもないのか、意外と意外とか、うん、90.6 ってだって、私も食べてないな。マジで、うん、俺食った、食った、食べました、食ったね。食べてない。なんで食ってないの、美味しいのにあれ結構意外といるんだね、食わない人って。いるんですね。 あららららいや、だいぶ外しましたね。ね、あれ松茸どうだったんだろうな。松茸だったらいけないかな、どうなんでしょうね。外中の人がさ、外中の人がわざわざ先週ここの企画で松茸食べましたっていうのをわざわざ言いに来たんで、今なんだ、自慢か、なんなんでしょうね、なんなのかこれ、なんなんでしょうね、本当にね。どうした、大将なんか言ってる。さあ、これを何読むんだと、一人一枚、一人一枚、はい、あ、受け取ってねって、一人一枚、はい、ここにはもうこの文字が全部うんちにしか見えない。言うんじゃねえ。嘘嘘、ちゃんと PR しますよ。はい、じゃあこちらの PR のやつを、はいはい。何、何て書いてあった？出して出して出して。漢字を全く読めない4人が頑張って東海の告知をしてください。マジで、どう告知しろってなったのよ。確かに気持ち、なんか漢字を多めに使われた本な感じはしますね。じゃあ、じゃあ文節ごとに読んでみる。そうだね、誰がどこ行く。じゃあおっさん、はい、俺ここ、おっさん、のっち、はい、魔王、俺、オッケー、うん、はい、って、じゃあ行きます。はい、た、うん、うん、戦い2016とは戦い2016、そう、そういう漢字が読めないってことでしょ。まあまあ確かに。あ、2016年、はい、1月30日、お、土曜日土曜日ここはちゃんと言った方がいいな。土曜日1月31日日曜日の2日間、ここはちゃんと言おう、はい、メッセ、爆鳥メッセージでよ覆われるゲーム、大平会ゲーム三沢のこれ PR できてるの祭り乗りですこんなの、こんなので読んだってしゃーない気がする何これ、何やるって、正しい文言は、正しい文言は、東海議2016とは、2016年1月30日土曜日、はい、1月31日に日曜日の2日間、うん、幕張メッセにて行われるゲーム大会とゲーム実況の祭典です。なんですか、三沢はどこから出てきたんだ、一体。まあ適当にあるか。なるほど、次のっち、はい、今回しは、平沢エリアを昨年の2倍に拡大し、 RPG の魚介を、再移したフードコートやレトロゲームを巨王コントローラーで遊ぶコーナー、ゲーム音楽の、声援奏でが聞ける、音
楽しいステージなど新たな企画飢餓を変えてボリュームアップ新たな企画新たな企画これいいの、まあ、自分の読めない感じですいいから消化ねそう期待1億窓か以上それ窓か以上それはなんかある意味すげえな日本各自の世選ぶを勝ち抜いたゲームプレイヤーが週末戦い儀グランプリ決活戦なども行われます無理やり読んでることは読んでるんですねこいつらね俺違ったアングルで言ってみ違ったアングルでどうぞのいや、はい、おなりがですおなり漢字全部飛ばしてるこれアニメイトチケットの5のプレイガイドでですチケットは簡単な漢字は読める漢字にしとこうかじゃあチケット店はコメントからこうサイトをチェックしてくださいよし一体何のこっちゃなんでしょうか何のこっちゃ何のこっちゃだったんでしょうか大丈夫だったのかなこれまあまあでも指令ですから巻いてと言われてるんだあのおっちゃんあの外注の人自分で指示しといて負け負けってとんでもないこと言いましたくそー恥かかされたわということで、いかがだったでしょうか、はい、いいお友達のマジカギ TV、はい、サラマンテ出させていただきましたけど、お知らせ、何か欲しいございますか、お知らせ、はい、お知らせいいお友達はまあ、いいお友達はね、うん、まあ、チャンネル持ってるよと、うん、チャンネル持ってます、うん、この後もチャンネル放送やるよと、うん、明日もやるよみたいな明日も生放送やるんでよろしくお願いいたします、はい、うん、あのブロマが毎日更新してるんでね、うん、どうぞ皆さんよろしくお願いしますということで、うん、いろんな動画とかもピロリロリの予定なんでよろしくお願いいたします、はいはい、ということで、うん、明日の東海 TV の番組ですけども、うん、1時間目、うん、CODBO3 チャレンジャーズこれ、うん、コールオブデューティーのブラックオックス3チャレンジャーですね、はいはい、これ2時間目ジバニャン降臨妖怪ウォッチプニプニの日ファミ通アップ、はい、3時間目 P の今日も P しちゃいますゼロ初見プレイという時間割になっております、うん、はいはいはい、こちら東海 TV チャンネル予約できるので皆さんぜひぜひ見てくださいねよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。またまた東海 TV チャンネルで今後の番組カレンダーや番組オリジナルの動画ブロマガなどを盛りだくさんとお送りしております、うん、ぜひこちらもお気に入り登録してくださいね。こちらの、はい、いいお友達のマジカギ TV の番組ですけども、はい、次回は12月9日の22時からお送りしますので来月もぜひお見逃しなくということでよろしくお願いいたします、うん、はい、ということでねお送りしましたいいお友達マジカギ TV でございますけども、はい、この後もね実は我々やるんですね、やるんですよ放送お、なんですか魔王さんそれはなんだこれはじゃじゃじゃんじゃんじゃんなんだこれはなんだこれいいお友達のクイズサラマンダサラマンダクイズサラマンダクイズサラマンダサラマンダー。なんか語呂がいいですね。語呂がいい。なんかクイズサラマンダーみたいな感じ。ああ、うん。いい大人たちのクイズサラマンダー。なんとこの古い雰囲気。なので我々この後昭和中がするクイズの番組をやろうと思います。うん。みんなもちょっとそれの掛け声を覚えて次のチャンネル生放送で、ね、もしよかったらやってみてください、ね、そうですね、今日の合言葉はそれですね、うん、これめくってってあ、じゃあ出題ジャンルはジャンルはバーンあーシューティングゲーム、そりゃそうです、さっきシューティングゲームやったんですから、ね、うん、サラマンダーで得意になったんじゃない、うん、そうだよね、ゲームのことに、うん、そして次はい、はい、ちょっとノリ強すぎる宇宙って書いてあるんですけど宇宙それそうですよ、宇宙で戦ってたんですから、ね、そうだよ ね、そして戦闘だ、はいはいはい、ベッサラマンダーサラマンダーですから、はい、サラマンダーでしょうね、そして次ベッこれはいい音の話かな、いい音、うん、まあ、まあ、そう我々いい音の話ね、で最後ははいじゃじゃんじゃん焼き尽くせヘルサラマンダーどういうこと、おごっちゃうなんだろうねこれはね、何起こるの、なんだこれ、まあ、これね先が気になる方はぜひぜひねこの後のチャンネル生放送もご覧いただければなと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。ということでじゃあまた あれですか、さっきの掛け声で終わりますか、ね、はい、次の番組は我々のいい音たちのクイズサラマンダーでよろしくお願いします